会議を開きます議事に入るに先立ちまして委員会を代表して一言申し上げますこの度の令和元年台風第19号による被害でお亡くなりになられた方々とそのご遺族に深く哀悼の意を表しますまた被災者の皆様に心からお見舞いを申し上げますとともに被災地において救援活動等に従事されているボランティアの皆様並びに自衛隊をはじめとする 政府関係者諸君に心から感謝と激励を申し上げますこれよりお亡くなりになられた方々のご冥福をお祈りし黙祷を捧げたいと存じます全員ご起立をお願いいたします黙祷 黙祷を終わります。ご着席願います。この際、一言ご挨拶を申し上げます。この度、安全保障委員長を拝命いたしました。西目幸三郎でございます。誠に光栄に存じますとともに、その職責の重大さを痛切に感じている次第であります。昨今。 我が国を取り巻く安全保障環境が一層の厳しさと複雑さを増す中我が国の平和と安全を確保するために当委員会が取り組むべき課題は山積しております委員長といたしましては委員各位のご協力を賜りまして公正かつ円満なる委員会運営に努めてまいる所存でございますので何卒よろしくお願い申し上げます 理事、辞任の件についいてお諮りいたします理事本田平直君および浜地正和君から理事、辞任の申し出があります。これを許可するにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。次に、理事の補欠選任についてお諮りいたします。ただいまの理事、辞任および委員の異動に伴い、現在、理事が6名欠員となっております。 その補欠選任につきましては、選例により委員長において指名いたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。<し>ご異議なしと認めます、よってそのように決しました。それでは理事に、小田原清君、長島昭久君、原田健二君、小熊真二君、篠原剛君、および佐藤茂樹君を指名いたします。次に国政調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。 国の安全保障に関する事項について、本会期中、国政に関する調査を行うため、衆議院規則第94条の規定により、議長に対し承認を求めたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしししと認めまますよよってそののうに決しましたこの際国務